はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ今日は前回の、こちらの動画に引き続き、シニア用ですね、毎日ご飯に腸活生活っていうラビットグルメっていうね、これメーカー前回言わなかったんですけど、ドギーマン林さんですね。調べた方はわかると思うんですけど、ドギーマン林さんの、アニマンっていうあれかな、シリーズっていうのかな、で国産って書いてますね。こちらをね、今度はシニアの丸吉くんに与えてみようかなと思います。さあ娘たちのケージに向かっていってますけど、興味津々ですね。さあそして他の子たちが食べてるのは、様子はまあこの明日ぐらいのライブでお届けしようと思います。できたらですね、お約束はできないけど多分やると思います。それでは食べていきましょうね。はい、パッと見はねもうこんな感じで、タンパク質とかカルシウム、おー映んないね。タンパク質とかね、カルシウムの比率とかの違いのねお話は前回の動画でもしてるから、まあ、そちらを良ければ見てください。でもっとね詳しい内容とかね、それは公式サイトとかショッピングサイト、楽天市場とかアマゾンとかその辺にねの方が詳しくなってるんじゃないかなと思うんで、良ければ概要欄にねリンク載せておきます。見てください。あんまりガツガツいかないね。確かにね、これもどうだろう、まあ香りとかね指向性は正直そんなに高くないかもしれない。まあでも初めて見ました、初見のフードでも我が家の子はね、まあそんなこだわりがないから食べてくれますね。ちょっと置いてみようか、飼い主が手に持つとね気を使うのかもしれない。はい、いただいたコメントはね残ってるの2件で、そのうち1件はメンバーシップ限定のコメントなので、ちょっとここではお答えできないですね。あ、ごめんなさい、食べてる様子を見ながらついでにねコメント返信なんですけど、いただいたコメントね、メンバー以外は1件で、これはか、名前的に海外の方かな、グッド100点ハートハートウサギみたいな感じの絵文字のコメントいただきました。ありがとうございます。これ前回の動画ですね、うさぎの腸活って書いてる、あのヤングというかメンテナンスの方の、このペレット、これいろいろあるのは乳酸ビフィズス菌か、ビフィズス菌とかも入ってる。さあ今日はめちゃくちゃ短い動画になりそうだな。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じで日常的な動画を風景を交えつつ、ペレット新商品とか気になるものを紹介したり、ただの日常的なルーティーンみたいな動画も出していこうと思うので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画を出してます。
そして他のチャンネルもですね、いくつかやってますので、よければ概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。こちらにね、画面に出ている動画もチャンネルもおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。